するしない？さあ続きまして第3条は縛りとなっております。上がり時に E 班以上の役を必要とする、これを常時 E 班縛りとする。ですね、麻雀をまあやったことを皆様あると思います。その中で、まあ、E 班というのはですね、例えばリーチあるいはピンフやタンヤオ、何か、役というものがあれば上がれますよという形になっております。ただちょっとここ1個注意点なんですが、さっき M リーグの特徴で赤牌っていうのあるんですけども、この赤牌ドラは確かに E 班になるんですけども、ドラというものは役にはならないということで、何かの E 班の役をつけるということが今回のこのルールの特徴となっております。さあどんどんいきましょう。第4条バゾロですね。上がりに対し常時両班を加えて計算するとなっております。これなんですが、ちょっと点数計算のお話になってくるので、かなり説明するともうものすごく長くなってしまうので、今回は簡単に説明させていただきますと、麻雀には、多分どの麻雀でもこの両班を加えて用いる、×2×2 っていう風に点数計算やっていくんですけども、たまに聞いたことあるかなと思う、バンバンとかつけていって計算するんですが、こちらあんまり覚えてなくても、麻雀にはそんなに支障をきたさないかなと思いますので、今回はこんな感じで説明を終わらせていただきます。では続きまして第5条ハイパイ、自動ハイパイ機能を用いる。先ほどですね、ちょっとうっかりここも言っちゃったんですけども、これがあの M リーグの特徴であり、ハイパイは、ここに書いてあるってことはですね、このサイコロを振ってハイパイを取るっていうことが主流なんじゃないかというのが、もともと昔はそうだったんでね。ただそうではなく、ハイパイを落としたらもう出てきてるということがハイパイとなっております。続きまして第6条発声ですね。競技行為を対局者並びに審判に告知するために次の発声をする。1チー、2ポン、3カン、4リーチ、5ロン、6つもと書いております。さあこの発声というものはもう非常に非常に大事なこととなっております。M リーグでは皆様にも選手の声がたまに聞こえる時ってございますよね。まあ代表的で言ったら最高位戦のやっぱり村上純選手の発声ですかね。でこの発声というものは行為を示す行為になります、ことになります。発声はなので必ず皆様に聞こえるようにしなければいけません。で今漢字でこちらには書かれているんですけども、まあ、あのカタカナで表記されることが多いですね。でこの活性は必ず皆様に聞こえるようにしっかりと、どのところでもこれは全部一緒です。麻雀をするにあたっては全員大きな声でしっかりと活性ができるようにお願いします。実際にやってみますね。チンポンカンリーチロンツモみたいな感じですね。なんかすごい大きすぎてもロンとかもなんか怖くなっちゃうんですけども、まあロンとかこんなちっちゃいよりははるかにいいということになっているもの、発声は皆様大事にお願いします。さあ続きまして第7条は対局者ですね。まず1番、対局者は本規定を遵守し公平なプレーを行う義務があるとなっております。本規定、まあ簡単にまあスポーツマンシップという感じですね。乗っ取り、ゲームを遂行するのが選手の役目ということになっております。例えばですね、先ほど第6条でお話しした発声での時に全然聞こえないですよね。こんな選手は間違いなく M リーガーにはいませんというふうに、書いてある通りのことを行う義務があるという形になっております。そして2番、競技中に疑義が生じた場合は審判が裁定し対局者はそれに従わないとならない。でこちらはですね、まあ、例えばと言わせていただきますと、サッカーだったり、スライディングしました、ピピーイエローカード、こういう風に出す最後の、決定権を持っているのが審判。これが麻雀にもございまして、例えばこの M リーグの審判はですね、まあ、麻雀には8本場とか9本場とかあるんですけども、1200という役、リーチツモタンヤオの1200は上がりました。で1800、2800
とかで展望のやり取りをしているときにですね、お釣りが間違えてた、あるいは、本場が8本場ではなくて9本場でしたよとか、いうときにですね、審判の方が見ていて、あ、これ今のは9本場だったんでみんな100点ずつお支払いしてくださいっていう感じに、審判の方がしっかり見てそれを決めていただくという最後の決定権を持っている審判の形となっております。対局者はそれに従わないとならないという形になっております。3番、対局者は対局中の疑義について審判に訴えることはできるが裁定後の裁定訴は認めないと書いております。まあ、これは先ほど申したように審判の言葉は絶対ということになっております。まあ、あの虚偽中に分からないことがあって審判に聞きました、審判がこうですよ、あれやっぱりこうだって、皆様が納得した後にあれやっぱりこうだったんじゃないかなみたいな感じで言ってもそれは認められないということになっております。そして第8条は審判ですね。麻雀対局における知識や経験など専門性を有する人材を一般社団法人 M リーグ機構が審判として認定した者が務めるとなっております。こちら M リーグを見ていただいている方には分かると思うんですけども、張俊正さんが務めております。最高位や最強位をのタイトルを取っている、皆様にもよく認識されているんじゃないですかという方が、審判を務めております。続きまして、用具がその規定に合致していることを競技開始前に確認する。これはですね、パイチェックとかですかね。先ほど用具の時に説明したんですが、数牌は108枚、自牌は28枚で136枚、ちゃんと牌が全部揃っているかとかを確認してから競技を行うという形になっております。続きまして、競技規則を施行し対局をコントロールする責務を担う。今ご説明している競技規定にのっとって、まあ、立ち会い人という形ですね、対局をコントロールして全ての責任を担うという形になっております。さあ続きまして、競技規則の範囲における全ての権限を有し競技場での疑義裁定において最終決定者である。また競技規定の範囲の定めから外れる不測の事態が起こった際も同様の権限を持つ。これも先ほどご説明した通り、最終決定は全てこの審判である張俊正さんが、決めているという形になっております。まだ競技規定にないことも麻雀に起こることもあります。そういった時でも、審判の方が決めたことは絶対というふうにこちらでは書かれております。そして審判は試合の中断、再開、終了の権限を持つとなっております。これはですね、 M リーグでもたまに見られるんですけども、対局が長引いたりしてトイレに行きたいとかいう時ですね、審判に園田選手や白鳥選手が呼んでるイメージがあるんですけども、そちらの選手が審判トイレに行きたいんですけどという時に1回中断、そして戻ってきた時に再開というふうに合図をするのも審判の役目となっております。